どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今ですねみなとみらい MMA 向かっております。高速降りてですねパシフィコのとこまで直進してそこ右折してワールドポーターズのですね駐車場止めようと思います。みなとみらいですけど私がですね好きな街の一つというところでお久しぶりの物件調査というところで事前にですねマンション相場ですね調べてきてるんですけどもめちゃくちゃ値上がってるなっていうところです。そのあたりですね本日お伝えできればと思います。で、みなとみらいに関してですねなんですけど私がマンションウォッチをですね開始した2000年代前半から分譲マンションのですね供給が開始となった街です。なので初期のマンションから終えてる街の一つっていうところです。みなとみらい自体はもっと前から開発してたと思いますけどマンションが出始めてきたのは2000年代前半というところです。で当時の印象ですね20年ぐらい前の当時の印象っていうとこですけども住みたいけど高いな価格が高いなっていう印象でした。でその価格が高いっていう理由は主に2つでまずは私個人のお財布事情っていうところで当時は高校卒業してですね社会人になってすぐくらいに1棟目が竣工するくらいでしたかね。で2棟目あたりが販売しているくらいでしたけども20歳ぐらいっていうところで当時坪250とか平均的なところでいくとですね実際にはもっと安い部屋もありましたけども坪250っていうところで、まあ、当時からするともう高値の花だったっていうところですね。実際坪200切る部屋とかもありましたのでただ希望の面積だと4000万円前後ぐらいはしたので社会人2年目ぐらいの給与とあと当時の金利ですね固定金利が 3% ですし変動金利も優遇金利が最初の数年で終わっちゃうみたいな時代だったので、まあ、結局埼玉県和光市で和光市も今は高いですけども当時坪150ぐらいだったので150弱ぐらいでですね新築マンションを購入したっていうところで、まあ、みなとみらいは住みたいけど憧れの街っていうところが理由の一つとあともう一つなんですけども東京と比べた際に決してお安くはなかったっていうところですね。なので同時期同単価ぐらいで行くと芝浦アイランドがありましたけどもまあ同じ価格なら私神奈川に遅延がないので当時はまだ横浜みなとみらいブランドに惚れ込んでいたってほどではなかったっていうところこれからの街っていうのもありましたけども遅延がないがゆえに同じ価格だったら芝浦アイランドかなみたいなそういう印象があったんですね。で20年後の答え合わせとしてはまあどっち買っても正解だったっていうところですね。まあどっちも大きく同じように値上がっているっていうところなのでさすがみなとみらいブランドさすがだなっていうところで今もですねやっぱり車で向かってますけどもそれでも結構距離あるなって高速降りてすぐの街なので車移動も便利ですし電車移動もですね便利な街ではあるんですけども東京までの距離は結構あるので東京までそこそこ遠いんだけどもやはり一つのブランドっていうところですよね。強いですよね。で今時点で新築マンションで首都圏の湾岸で坪250ぐらいってなるとパークホームズ南船橋あとは幕張ベイパークミッドスケアタワーっていうところでもちろん南船橋も海浜幕張も素敵な街ですけども時代は感じますよね。当時20年前の話でもしょうがないんですけども今の坪250では南船橋開幕だけども芝浦アイランド、みなとみらいも選べたっていうところですね。この湾岸部だけで見てっていうところですけども。さあ、ワールドポーターズ止めてですね、その後最初みなとみらいの分譲マンションぐるっと回りまして、
最後ですね、記憶に新しいところの北中ですね、歩いていきたいと思います。みなとみらいはもう歩いてるだけで気持ちがいいっすよね。今日いろいろ回りたいんですけども、今回の動画ではみなとみらいの分譲マンション相場プラスザ・タワー横浜北中のですね相場共有っていうところに特化していきたいと思います。まずはワールドポーター、こちら現在地からですね国際橋渡りまして、先ほど車で通ってきたところです。 OK 方面歩いていきたいと思います。一つ一つの建物も美しいんですよね。そしてデッキも美しい、何もかもが美しい街です。いいですね、いいですね。このサークルウォークも何周したくもなっちゃいますよね。今回はですね、分譲マンション相場に特化するんですけども、今撮影しているのが2023年5月12日でして、また来週ですね、この MM にですね来る用がありますので、その際はですね夜の雰囲気なんかもですね共有できればと思います。ちょっと天気次第ではありますけどもね。このみなとみらいの私なりのウィークポイントっていうところですね、先にお伝えできればと思うんですけども、私が思うこのみなとみらいの最大のウィークポイントは、まあ、先にも述べたところなんですけども、東京は遠いっていうところですね。なので視聴者様の中にも MM いいな、でも通勤事情考えると現実的じゃないんだよなっていう方も一定数ですねいらっしゃると思います。住みたいけど、じゃあこっから毎日のように都心だったり、わしの場合はもう千葉埼玉方面ももちろん入りますので、ここから向かいますかっていうとやっぱちょっと現実的ではないので、でもそこを乗り越えてでも住みたくなっちゃう街なんですよね。横浜勤務とか最高ですけどもね、あとは羽田勤務とかですね、だから航空関係者の方とかも多いと思いますね。ここから、まあ、横浜出て京急でもいいですし、バス乗っちゃってもですね、今も通りましたけどもリムジンバスも走っておりますので、さあ分譲マンション相場一軒目行きたいと思います。記憶に新しいところですね、ブランズタワーみなとみらいでございます。駅から見ますとこちらが背中側にはなるんですけども、みなとみらい物件ですので、このパシフィコにですね向いている方がオーシャンビューをですね得やすいっていうところで、今回ですねあらかじめご了承いただきたいところは、まあ、今回タワーマンションということもありますので、階数によって、そしてみなとみらいっていうところで海がですねどれだけこう見えるかっていう、その見え方でも動くですね単価が大きく異なってきますので、あくまで平均値としてですね聞いていただければ幸いでございます。美しい2017年地区、みなとみらい3丁目みなとみらい駅徒歩2分、新築時の坪単価約420万円、現在の坪単価約550万円、動きの一例としましては約72平米、新築時8000万円台のお部屋が1億1300万円台で動いております。モデルルームを見学した後のですね商談待ち並びっていうのが懐かしいですね。商談何十分待ちみたいな表示がですねモデルルームに出てたんですよね。今回一番新しいですねこのブランズタワーみなとみらいからご紹介しました大きな理由がございまして、これがみなとみらいで最後のマンションです。みなとみらい最後の住宅、ブランズタワーみなとみらい、これより若いマンションはもう建ちません。ここがみなとみらいのですねストロングポイントでもありウィークポイントでもあると、今から検討する方はもう新築は出ません。このブランズタワーみなとみらいがファイナルチャンスだったわけです。それは当時もですねアナウンスされていました。みなとみらいのマンションですがすでに開発
終了しております。よほどのことがなければですね、もうブランズタワーみなとみらいの後に住宅が建つことはないです。ラスト物件というところです。みなとみらい地区ですね、人口は1万人までとですね、開発制限があります。そしてそれにすでに近い数字になっています。その開発制限が覆らない限りはですね、もう住宅は建たないわけです。みなとみらい全体の開発としてはですね、住宅含めて一時期ですね、開発が超スローペースになった時期がありまして、その時は結構大丈夫かななんかみたいなですね、話もあったわけですけども、リーマンショック、そして 3.11 後ぐらいがもうスローペースでしたよね。で、今回ご紹介する分譲マンションもですね、あれこの年代はないのみたいな感じで間が空く形になります。続いてこちら、お色直し中です。みなとみらいミッドスクエアザタワーレジデンス2007年地区、みなとみらい4丁目、みなとみらい駅徒歩1分、新築時の坪単価約230万円、現在の坪単価約480万円です。動きの一例としましては約85平米、新築時6000万円台のお部屋が中古時1億2200万円台で動いております。部屋にもよりますが、新築時の倍ぐらいで動いております。曲線からの側面がですね、ダイレクトウィンドウになってるのがかっこいいですよね。 MMM 続いてこちらです。 MM タワーズフォレシス2007年地区、みなとみらい4丁目、画面向かって右側が R、 画面向かって左側が L、 徒歩分数表記としては R が徒歩1分、L が徒歩3分です。新築時の坪単価約230万円、現在の坪単価約490万円です。動きの一例としましては約73平米、新築時4400万円台のお部屋が9600万円台で動いております。曲線が美しいっすよね。公開空地の植栽もとても豊かです。 LR あの金曜どのいつもすぐさまぎやろーりー。マンションそれぞれですね、特徴があるっていうところはですね、もちろんなんですけども、このみなとみらい物件だからこその特徴としては、地域冷暖房システムが採用されています。それによって見た目の部分っていうところなんですけども、バルコニーに室外機ありません。なのでどのマンションを見てもですね、バルコニーカーが非常にすっきりしているので、より美しく見えるっていうのがこのみなとみらい物件の特徴です。続いてこちら、 MM タワーズイーストサウスウエストです。画面向かって右側がサウス、画面向かって中央がイースト、画面向かって左側がウエストです。2003年地区、みなとみらい4丁目、みなとみらい駅徒歩3分、新築時の坪単価約245万円、現在の坪単価約500万円です。動きの一例としましては、約101平米、新築時6700万円台のお部屋が1億4800万円台で動いております。いやー、かっこいいですし、癒されますよね。続いてこちら、ブリリアグランデみなとみらいオーシャン&パーク2007年地区、みなとみらい5丁目、みなとみらい駅徒歩6分、新築時の坪単価約235万円、現在の坪単価約460万円です。動きの一例としましては、約64平米、新築時3900万円台のお部屋が中古時8600万円台で動いております。足元にマイバスケット入っております。こちらは賃貸マンションのパシフィックロイヤルコートみなとみらいです。みなとみらいの分譲マンション相場ラストです。ブルーハーバータワーみなとみらい2017年地区、みなとみらい6丁目、
こちら新高島駅徒歩8分新築時の坪単価約395万円現在の坪単価約500万円ですホテルやスーパーマーケットとの一体開発です動きの一例としましては約60平米新築時6000万円台のお部屋が中古時8200万円台で動いております足元 OK が入っておりますこのみなとみらいのスーパーマーケット事情でいきますとこちらの OK がですねみなとみらいの中ではですね大きいスーパーマーケットになっていますあとは成城石井であったり桜木町駅前になりますけどもサミットストアもできましたので街の中でいくつか選択肢はありますしあとは横浜駅近いですのでデパ地下を使いますっていう方も多いかと思います先ほどの冷暖房のですねオリジナルのシステムの部分なんですけどもここまでの撮影の間にですねありがたいことにですねみなとみらいですねこれまでご紹介してきたマンションお住まいのですね2組の方にですねお声掛けいただきましてありがとうございますそこで、まあ、いわゆる光熱費のことをですねヒアリングさせていただいたんですけども気にしてないのであまり分かりませんとのことでした月額料金あたりとかあとは使用した量でお金がかかっていくっていうところはですね一般の光熱費と一緒なんですけどもいや私大変失礼な質問しましたね坪500の町で光熱費気にしてる人いないでしょっていうところでもう本当申し訳ございませんそんなことを聞くんじゃないよっていうところですね光熱費を気にされるような方々が住まう町ではございませんもう本当に失礼しましたそのオリジナルの冷暖房のですねシステムの公式ホームページありますのでそちら概要欄に貼り付けておきますのでそちら見た方が確かな情報です今回ご紹介いたしました分譲マンションの平均値としましては築年数平均は約13年現在の坪単価平均は約500万円ですこれは冒頭にもですね述べました通りですね向きや回数で大きく単価異なりますのであくまで平均値というところにはなるんですけども坪単価500万円前後で購入することができる町ですグロスのボリュームゾーンとしては1億円前後となります賃料相場に関しましては平米単価月額4500円ほどが平均値となりますどのマンションが合うかっていうところは実際街を訪れてそして内見してみないと何ともっていうのはあるんですけども一番若いブランズタワーを選んでリフォームなしで住むかあとは少々築年数が経過するマンションを選んでリフォームするっていうような選び方もありかなと思います広さにもよりますけどブランズタワーみなとみらいとの価格差ってだいたい1000万円くらいありますので、まあ、リフォーム代の一部にはなるかなっていうところですあと私みたいにもう敷地内駐車場マストなんですもう取れないとダメなんですっていう方は、まあ、これあくまで私調べっていうところで空き状況っていうのは都度変わるところではあるんですけどもブルーハーバータワーとブランズタワーみなとみらい若い2つの物件は敷地内駐車場空きなしですそのため敷地内駐車場マストの方は若い2棟は自然と選択肢から消えますでなんならこの他のマンションは2代目3代目行けちゃったりしますなのでこのみなとみらいでマンション購入検討する際敷地内駐車場がマストかマストでないかっていうところをですね先に決めちゃった方が探しやすいです小学校に関してはですね町の中にみなとみらい本町小学校ってのはあるんですけども現状としてはですね2018年から2027年度末までの暫定開校となってますでその後の通学校はですね本町小学校に戻る予定ですなので町の中じゃなくなっちゃうっていうところです果てしなく遠いわけではないんですけども町の外へ出る必要が出てきてしまうってところですね2028年以降もですね小学校を残してほしいですけどね、街の中に。でも、定着なんでしょうね。気になるハザードマップっていうところですね、なるんですけど、そこは行政のページですね、確認いただきたいところではあるんですけども、このみなとみらいはですね、比較的色はつかないです。全くつかないってわけじゃないんですけども、そのどういったですね、水害かによってつくつかない分かれるんですが、湾岸部にしてはですね、護岸で守られてる側になりますので、ハザードマップ系を気にされる方でもとっつきやすい街の一つです。
ハザードマップ系はもう今行政のホームページでサクッとですね見ることができますので、どの町でもそんなに細かくは触れませんけども、結構もう湾岸部だと絶対ついてるみたいな、そういったですね考えされる方いらっしゃるんですけども、つかない場所もありますね。例えば豊洲って聞くと、なんか豊洲全部がハザードマップで色が真っ赤みたいなイメージ持たれてる方もいらっしゃるかもしれないですけども、調べてみると実は新豊洲側は色ついてないとか、なんなら有明は防災拠点だとか、意外と湾岸部でも大事なとこありますので、まあ、もしそこを気にされるのであればですね、気にするからこそちゃんとチェックするべきポイントになってきます。湾岸部だからハザードマップも全滅みたいな、そういうわけではないです。そんな中で港未来はですね、比較的ですねハザード系はですね強いエリアとなっております。先ほど港未来エリアですね、全体の開発としてスローペースなですね時期があったとお伝えしましたが、ここ数年のっていうところでいきますと、オフィス、大学、アリーナ、ホテルなどなどですね、続々と新しい建物竣工しております。さらにこの先もですね、県コーポレーションによる K アリーナプロジェクトとしてですね、アリーナ、オフィス、ホテル、そして京急や日鉄コアなどによるですね、横浜新ホステージとしてオフィス、ホテル、そして大和ハウス工業などによるですね、52街区の開発ではオフィス、ゲーム、アート、ミュージアム、そしてさらに丸紅や大和ハウス工業によるですね、ハーバーエッジプロジェクトではホテル、水族館も予定されているっていうところで、ここ数年新しい建物が建ち続けて、ここからの数年でも新しい建物が建ち続けるというところで、まあ、いわゆる港未来ですね、開発終盤戦と言ってもいいのではないでしょうか。こちら K アリーナのですねホテルはヒルトンで確定しております。ただ都心のオフィスが今好調とは言えない時代ですので、そんな中で港未来ですねオフィスバンバン建ってます。コロナ禍前に計画されてたものがもう動いちゃってたんで、これから港未来オフィスですね、まだどんどんできるんですけども、まあ容易ではないでしょうね。港未来オフィス賃料が安いってわけではないですので、なんでオフィスっていうところで行くと正念場っていうところですかね。アリーナとかイベントがこの先どんどんですね復活して新しいのがですね開催されれば、訪れる人は増えるにしてもですね、オフィスは正念場かなとは個人的には思いますけども、そこは頑張ってほしいですけどもね。住宅においてはもう後発がないので、まさに買いたい時が買い時っていうところですよね。待っても結局今買えるマンションが築年数経過していくだけですので、この後ですね北中の方に移動いたします。桜木町駅から続く動く歩道のデッキからですね北中を映しております。それでは本日の分譲マンション相場ラスト行きたいと思います。ザ・タワー横浜北中2020年築、アドレスは北中通り、馬車道駅徒歩1分、直結しております。新築時の坪単価約395万円、現在の坪単価約565万円です。動きの一例いきましょう。約44平米、新築時4900万円台のお部屋が中古時7500万円台、約61平米、新築時6600万円台のお部屋が中古時1億800万円台、約78平米、新築時7900万円台のお部屋が中古時1億2800万円台、約83平米、新築時9800万円台のお部屋が中古時1億5000万円台で動いております。この後北中の方に渡ってワールドポーターズ戻ろうと思っていたんですが、私は今北中へは行けない。後悔はしておりません、決して後悔はしておりません。ただなんとかして両方買っておけばよかったと涙が出ております。悔しいです。自分の判断は間違っていなかったけども、もっといい判断もあったかもしれない。なんとかして、なんとか資金をなんとかして買っておけば、まあたらればでございますよ。
今住んでいるマンションと北中どっちかで迷ってたんですよね。で、北中の方がリセールバリューが高いっていうのはもう当時からですね、記事の方でも書いておりましたけども、間違いない部分と。私が買ったマンションも決してリセールバリュー期待できないっていうような物件ではなかったんですけど、北中と比べちゃうもう全然っていうところでしたので、どう考えても北中買った方が次にはつながると、まあ要はお金は増えると。でも私は北中を蹴ったんですね。その理由は駐車場事情ですね。北中は駐車場今でも空きなしですけども、新築の時もですね、私が買える部屋だと駐車場大抽選会になるであろうっていうところでしたので、私敷地内駐車場マストですので、そこにかけるのはちょっと怖いなっていうところで、駐車場がまあほぼ確定している今のマンションを選んだわけです。それ自体は実需としては正解だったと思うんですけども、もっといい正解として北中も投資用でもいいので買っておけばとは。まあそんなことを言ってもしょうがないですね。いやでも我ながら当時からもう明らかに資産性が高い高い高い言われていた北中を蹴れた自分をですね、自分で褒めたいと思います。ただ今日は北中へは入れません。メンタルが保てまへん。みなとみらいの方が全然上がってるんですよね、時代が違うところですけども。ただ新築時のお得度っていうところでいきますと、北中かなりお得感ありましたからね。新築時から安かったっていう、もう値上がるのが目に見えてましたので。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重時間本当にありがとうございます。今回は動画のみの共有とさせていただきます。また来週街ブラしたいと思います。それでは失礼いたします。ありがとうございました。出発前にご安全にのドーナツいただきます。